ゲルディモンキーは、マーモセット科、ゲルディモンキー属に分類される、霊長類。本種のみで、ゲルディモンキー属を構成する。エクアドル東部、コロンビア南部、ブラジル西部、ペルー東部、ボリビア北部体長21から31センチメートル。お長25から32センチメートル。体重 0.4 から 0.7 キログラム。メスよりもオスの方がやや大型になる。全身は黒い体毛で覆われる。後頭部や頬は体毛が伸長し、また白い体毛が混ざる。腹面は体毛がまばらに生え白い皮膚が露出する。歯列が門歯が上下4本ずつ、犬歯が上下2本ずつ、小臼歯が上下6本ずつ、大臼歯が上下6本の計36本の歯を持つが、第3大臼歯は小型。後歯第1歯を除いた指跡には針状の爪が生える。出産直後の幼獣は成体に比べると相対的に小型。幼獣は後頭部や頬の体毛があまり伸長しない。形態や生態からオマキザル科とマーモセット科の中間的な種あるいは原始的な特徴を残しつつ小型化した種と考えられている。内陸部にある周囲が発達した虹林や成熟林で覆われした場合の密生したやや発達した虹林や竹林に生息する。2から11頭からなる群れを形成して生活するが、同じ群れに同性の成獣が2頭含まれることもある。また、同科の他種と混群を形成することもある。中高生で夜間になると茂みの中で休む。地表伝いに移動することもあり、危険を感じると地表を走行して逃げる。食性は雑食で、昆虫、クモ、カエル、小型爬虫類、果実、樹脂、キノコなどを食べる。大型の獲物は主に地表で捕食する。繁殖形態は胎生。妊娠期間は150から160日。群れで地位の高い1から2頭のメスが1回に1頭の幼獣を年に2回に分けて産む。生息する環境が特殊かつ限定的であることから、開発による生息地の破壊による生息数の減少が懸念されている。ありがとうございます。